しもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。2000年66歳の時には、竹本ピアノの CM でコミカルなパフォーマンスを披露した財津一郎さん、実は61歳の時に脳出血と診断され大手術を受けていたといいます。そして過去には3回死にかけていると告白されました。今回はそんな財津一郎さんの手術告白の真相について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1965年31歳の時、非常に厳しいしてちょうだいのギャグでブレイクし、ようやく貧乏生活から脱出したという財津さんは、以降30年間俳優として映画、ドラマ、舞台に幅広く出演し、睡眠時間を削って馬車馬のように働いたそうですが、そんな無理がたたってか、1995年61歳の時には脳出血で大手術を受け、生死の境をさまよっていたといいます。財津さんによると、1995年6月、61歳の時、前日から頭がぼーっとし、ベッドから起き上がれずにいたことから救急車を呼び、自宅から病院まで運ばれると、検査の結果脳出血と診断されたそうで、すぐに開頭手術が行われ、10時間以上にも及ぶ大手術となったのだそうです。ちなみに財津さんはその時のことを、ちょうどドラマの撮影をしていた時です。翌日も撮影があり、私は記憶にないのですが、撮影に行く撮影に行くとなされていたようですと語っています。すると、手術は無事に成功したものの、1ヶ月間の入院と100日余りの闘病生活を送ることになったそうで、一時は左手がうまく動かなくなるほか、病で右脳を固定している状態だったため、時々頭にピリピリとした痛みを感じることがあり、もうダメかもしれないなぁと思ったこともあったそうです。それでも大好きなゴルフをしようと思い切ってクラブを握り振ってみると、シュッと風を切る爽快な音が聞こえたそうで、このことをきっかけにリハビリに励むようになり、その後無事回復したのだそうです。そんな財津さんは、これからはできるだけ妻のみどりさんと2人で過ごしたいと思うようになったそうで、徐々に仕事をセーブし、2011年77歳の時に出演したテレビドラマ「3年 B 組金八先生ファイナル」を最後に芸能活動を停止。その後はみどりさんと2人で大好きなゴルフをするなど、仕事にもお金にも追われることなく平穏な日々が続いたそうですが、脊柱管狭窄症で足が不自由になり、さらに2019年秋には衰えが進んでいたというみどりさんの体調が急激に悪化したといいます。ある日のこと、廊下でドーンという音がしたため、慌てて見に行くと、みどりさんが床の上で倒れていたそうで、幸い頭は打たなかったものの、転んだ拍子にとっさについた右手首を骨折してしまったのだそうです。以来みどりさんはつまずきそうな場所を怖がるようになり、財津さんが「一緒に夕日を見ようよ」と誘っても、窓から見られるから大丈夫よと家を出ることさえも嫌がるようになってしまったそうで、ついには家の中を歩くことすらできなくなったのだそうです。こうして家事のすべてを一人で担うようになった財津さんは、毎朝4時半に起きて家の中を掃除をすると、その後家の前をほうきで掃き、ゴミ出しを済ませた後朝食を作ると、買い物にも電動カートに乗って一人で出かけたそうで、財津さんはこの時のことを、それまでの人生包丁すらまともに握ったことがなかったから大変だった、何より台所で1時間くらい立ちっぱなしだから膝にも来るし、熱気で立ちくらみもする、しんどかったけれど、むしろママはこんなことを何十年も黙々と続けてきたのかと、ありがたさがますます身に染みた。ママの代わりに僕が全部やっているわけよ、炊事、洗濯、掃除、ゴミ出し、それでヘトヘトなの。
そうしたらママがまた倒れた。転んで今動けないから、食事も全部僕が作っている。これは疲れるね。厨房で40分経って作るでしょ。それでヘトヘトになっちゃう。女性ってのはいかに厳しい仕事をしているかって分かったよ、と語っています。ちなみに財津さんは一時はデイサービスの利用を検討したこともあったそうですが、介護をする中で一番苦労したのがママをお風呂に入れることでした。抱っこして浴槽に入れるだけで汗だくになる。人に頼めたらどんなに楽だろうと考えたことは何度もある。でもその度に僕以外の人に入浴させられたらママはどんな気持ちになるだろうかと心苦しさが勝った。結局最後まで僕が入浴させましたと緑さんの気持ちを思い、踏み切れなかったことを明かしています。体の不自由を抱えながら家事に加え、妻みどりさんの介護までになっていた財津さんは、僕がこうして生きてこられたのは全部ママのおかげ。若い頃から苦労をかけっぱなしだったママに最後のご奉公がしたかったんですと語っていたのですが、そんな中2020年2月6日とうとうみどりさんが他界されます。財津さんによると2020年1月のこと、財津さん自身に血尿が出たことから病院に行くと、検査の結果膀胱に血の塊が見つかったそうで、そのまま緊急手術を受け、手術は7時間にも及ぶ大手術となったそうですが、そんな中でも財津さんは退院して早くママの元に戻らなきゃと思っていたそうです。そんな矢先、息子さんからみどりさんの肺呼吸に問題が起き、自力で呼吸できなくなったと連絡が入り、みどりさんも同じ病院に担ぎ込まれてきたそうで、財津さんは手術後医師から絶対安静を命じられ、起き上がれない日々が続いていたのですが、このことを聞くと気が気ではなく、痛みに耐えて車椅子に乗り別の病棟にいるみどりさんを訪ねたそうです。ただみどりさんのいる病室からはゼーゼーという呼吸音が聞こえてきたそうで、みどりさんは人工呼吸器をつけて苦しそうにしており、とても会話ができる状態ではなかったのだそうです。それからほどなくしてみどりさんは大腸ポリープが破裂して下血し、2020年2月6日の午後にはかすかに目を開け、絞り出すような声で、パパありがとう、感謝してるよと言い、そのまま亡くなったそうで、財津さんは他人行儀に感謝の言葉をかけるような夫婦じゃなかったから、あんな風に言われるとは思いもしなかった。きっとママはお迎えがそこまで来ていることを悟っていたんだろう。あの言葉はずっと耳に残っています、と語っています。そんな財津一郎さんですが、僕はこれまで3回死にかけている。脳出血や肺の手術、今は心臓を治療中。そのせいか、年下の人が亡くなるニュースを見るとハッとさせられるんですよ、と告白されました。竹本ピアノの CM 以外で見なくなって何年も経ちますが、財津一郎さんは健在です。2011年の3年 B 組金八先生ファイナル以降、芸能活動を休止している財津一郎さん。そんな財津一郎さんの夢は孫との二人旅なのだそうです。いつかその夢が叶うといいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。